どうも、フリーマンとハースガーです。今回ですね、完全に攻めに転じているトランプ氏と、ますます追い込まれる大衆超陣営、その4です。オチとしては、世界のお困りの方たちの外堀が埋まり始めてきたというところなんです。今回の動画をご覧いただく前に、1から3本目のこちらの動画をご覧いただくと理解が深まるので、ぜひよろしくお願いいたします。ここからが3本目の続きのウクライナ情勢以外の世界情勢、大衆超陣営の話ですが、まずは台湾ですが、2022年2月18日に台湾外交部が北京五輪で中国が台湾は中国の一部と発言したことについて抗議。これに対して北京体育大学名誉教授などの称号をゲットしている中国とズブズブの IOC 国際オリンピック委員会のバッハ会長は組織委員会との話し合いの場を持ったとしましたが、そこにツッコミが殺到しています。2月19日には中国の産業スパイから半導体産業を救うために最大12年の懲役刑を科す法律を作ることを検討しているそうです。2月21日時点では日本、アメリカ、ドイツなどの大手企業が台湾で半導体材料の増産や拠点の拡大を続々と進めているそうです。日本企業では化学素材メーカーのアデカが今月半導体向け材料の生産のために台湾で新工場を建設すると発表。ドイツのメルクやアメリカのインテグリスも去年12月に台湾での拠点増強のための投資を発表しています。同日には台湾の与党民進党が主導で台湾の核となる技術のことである革新技術の中国への流出を防止するために台湾地区と大陸地区の人民関係条例両岸条例の改正案が台湾の国会にあたる立法院に提出されることが分かりました。2月22日には翌日の2月23日の天皇誕生日、天朝節を祝うために台北市内のホテルで天朝節を祝う祝賀レセプションが開かれました。この祝賀会は台北で2018年12月に平成最後ということで開かれて以来3年2ヶ月ぶりになりますが、去年一昨年はあの病気で2年連続で中止となっていました。2月23日には蔡英文総統がウクライナ情勢の緊張を受けて台湾海峡の警戒を強める方針を示しました。3本目の動画で話した通り、ウクライナの問題はアジア、特に台湾、日本に飛び火する可能性があるため蔡総統はこの措置を取っています。これに対し中国の華春瑩報道官はウクライナ問題に便乗している、台湾は中国の一部だと必死になっていますが、今後台湾に及びかねないリスクを考えれば当然の措置と言えます。イギリスでは2月20日にエリザベス女王があの病気に感染、2月10日にチャールズ皇太子があの病気に感染しましたが、それに引き続きということになります。軽い風邪のような症状のため当面はウィンザー城で簡単な公務を続ける模様です。その前日の2月19日にはイギリス国内の情報関係を担う組織である MI5 の長官ケン・マッカラム氏がイギリスのスパイ防止法、公務機密法について、公務機密法は時代遅れであり、我々は事実上国家の脅威に対して片手を後ろに回して活動していると述べました。このマッカラム氏の発言はその通りで、この法律はもともと1889年にできたものですが、一番最近の改正が1989年、つまりかつの冷戦末期に改正されたものなので確かに古くなっています。この間フランスは2月22日にインド太平洋戦略でオーストラリアを、関係悪化でインド太平洋戦略上のパートナー国からその他の2国間パートナー国に格下げしました。その代わりにフランスは日本をインドに次ぐパートナー国にしたんですが、ネットでは日本に何かメリットあるの?などの反応が出ています。そんな中、韓国はいろいろな意味で大変な状態になっています。2月18日に国際原子力機関 IAEA が日本の福島第一原発の処理水問題について、処理水放出は各国の責任のもとに決定が下されたのであれば承認も反対もしないと発表。これは IAEA が初の現地で調査を行った結果
が発表されたものなんです。これに対し韓国のハンギョレ新聞が悔しそうな記事を書いていますが、日本よりはるかに高い放射線量の韓国が言ったところでブーメランでしかない話です。同日の朝鮮日報では韓国の上場製造業者の 39% に経営破綻の危機というニュースが出ました。基本的に韓国の場合は見栄を張る国民性なので、無理な借金をしていることで2010年から12年連続の営業赤字を出している企業もあるそうです。営業赤字に陥る企業も2020年4から6月期に 26.1% に達し、2010年当時の 10.3% に比べ大幅に増えています。2月21日には繁華街の空室が増えていることが報じられ、ソウル特別区の観光地として明洞は小さなビルが丸ごと空室になっています。しかも不動産データ会社のアルスクエアによると、昨年第4四半期の空室率は 50.3% に達しているそうです。同日には3月にアメリカが金利を上げることである利上げについて、韓国経済が崩壊していく恐れがあるという記事が出ました。基本的に韓国は日本のように国内の製造業が潤うことで経済が発展するモデルじゃなく、貿易で稼ぐモデルなので、利上げでドルがアメリカ国内に戻ると貿易赤字が増えて大ピンチになります。さらに韓国では物価上昇が異常なスピードで上がっていて、韓国の2020年1月以降の物価上昇スピードは 34.8% でアメリカの 11.3% の3倍となっています。しかも白米、ご飯、味噌汁、卵焼きなどで構成される韓国人の食卓物価がアメリカ、中国に比べて3から39倍の価格になったそうです。ウクライナのエネルギー問題とバイデン大首相が石油、天然ガス採掘を止めたことで世界的に悪いインフレになっていますが、それでも韓国は借金をチャラにする特性例を何度も出せばジンバブエのように幸せになれると思います。そんな韓国は2月22日の日本竹島の日に対して記念式典廃止を要求しており、韓国外務省は歴史的、地理的、国際法的に明らかな韓国固有の領土だと必死な様子。その上で日本政府に向けて不当な主張を即刻やめ、謙虚な姿勢で歴史を直視すべきだと要求。韓国経済がやばいから竹島の件についても必死なんだろうと思う次第です。さらに衝撃的な韓国のニュースは韓国の子供を産む数である出生率です。2月23日に韓国の2021年の出生率が出たんですが、なんと 0.81 を記録。しかも国際的な経済機関である OECD 加盟国37カ国で1を下回るのは韓国のみです。この原因として子育ては母親が行うものといった考え方がまだ色濃く残り、女性に負担が偏りがちで結婚を避ける非婚主義が一部の女性の間で広がっているためです。日本も決していい数字ではないんですが、それをはるかに下回るので、ネットではフェミの方出番ですよ、韓国を徹底糾弾してくださいなどの声が上がっています。ここからがバイデン GA の話です。2月18日に大首長はロシアによるウクライナへの軍事侵攻の可能性について、現時点でプーチン大統領は決断をしていると確信していると述べました。その上で、軍事行動を正当化するためのロシアのカネテからの手法で、我々はカリラが侵略の口実を得るために偽アタ作戦に従事していると信じる理由がある。あらゆる兆候はカリラがウクライナに入りウクライナを攻撃する用意があることだと付け加えました。また同日のホワイトハウスで大首長は記者会見を開き、今後数日のうちにロシアがウクライナを攻撃すると信じるだけの理由があると説明。記者団から根拠を問われると、我々にはかなりインテリジェンス能力があると述べました。2月21日に大首長はプーチン大統領との首脳会談に合意、ただし侵略が起こっていない場合という条件付きで、ロシアが軍事侵攻した場合は取りやめになるというものでした。ここまでの段階で大首長はウクライナ情勢について何も仕事をしていませんが、この件についてブーメランが飛んできています。
2020年2月21日の大衆庁のツイートでは、ウラジミール・プーチンは私が大統領になることを望んでいない、彼は私が候補者になることを望んでいない、なぜかというと、この分野で彼と対決したことがあるのは私しかいないからだと投稿。その2年後の2022年1月20日の会見で、ロイターのアレックス・アルバー記者とこんなやり取りをしています。ロシアが侵攻してきたら責任を負うとおっしゃいましたが、それはロシアが何をするかによるのです。ロシアがウクライナ領内に小規模な侵攻したとしても、あなたが脅したような制裁には至らないというのですが、それともプーチンに小規模な侵攻を事実上許可しているのですか。へへへ、いい質問でとごまかしたんです。これは完全にプーチン大統領から舐められる返答です。ネットではさすが8100万票だ、彼は2時間前のことすら覚えていないさ、などの声が上がっています。こんな調子なので大衆庁は完全に後手に回ってしまい、2月21日にプーチン大統領のウクライナ東部2地域の独立承認を強く非難しつつ、2月22日に大衆庁はロシアを西側の資金調達から切り離す制裁措置を発表。ただその各国が強調した制裁の時に韓国を外したことだけは唯一評価できることです。2月24日には大衆庁は記者会見を開いて、 ABC の記者とこんなやり取りをしていました。制裁は明らかにこの時点でプーチンを阻止するのに十分ではありませんでした。何が彼を止めるのでしょうか、どのように、そしていつ終わるのでしょうか。二つ目の質問は彼が昨夜行ったこの声明です。西側諸国が歴史上直面したことのないような結果に直面するだろうという脅しです。彼は核攻撃をすると脅しているのでしょうか。分からない、核攻撃の脅しかね、彼が何をしたか知っています。一つ目の答えです。二つ目の質問の答えは、制裁が何かを防ぐとは誰も思っていない、などと述べました。当然これはネットで大炎上し非難の的になっています。さらにこの発言がブーメランとなり、カマラ・ハリス副大衆長は、制裁の目的は常に抑止力であり、これからもそうであると述べ、ブリンケン国務長官なども同様の見解を述べていました。つまり大衆長陣営での意思の統一が全くなされていません。そんな大衆長は基本的に現場に行かないハリス副大衆長をウクライナの戦争阻止の担当任命。これに対し2月18日にトランプ政権の元広報官のケイリー・マケナニー氏が FOX の番組で、カマラ・ハリス副大統領をウクライナの戦争阻止の担当にすることは、ヒラリー・クリントンを iPhone のセキュリティ担当にするようなものだ、つまり単純にうまくいくはずがないのです。国境がカマラ・ハリスで、南部国境での彼女の勇敢な活動から何を得たのか、彼女はヨーロッパに行ったことがないのです。今その彼女がヨーロッパで第三次世界大戦を止めようとしています。彼女が戦争を止めるための技術と洞察力を持っているかどうか、私はあまり期待していないと辛辣なコメント。その副大衆長は2月20日に、つまりみんな聞いて、ヨーロッパで戦争が起こる可能性について話しているんです、つまり私たちが話していることの重要性を理解するために本当に時間を取りましょう。もう70年以上も前のことですが、その70年の間、昨日申し上げたように平和と安全が続いてきました。私たちはヨーロッパにおける戦争の現実的な可能性について話しているのですと述べたんですが、ネットでは70年の平和、ユーゴスラビアは、ヨーロッパでの戦争から70年以上経ちましたか、ユーゴスラビアとチェチェン戦争は起こらなかったのですか、国の恥などの声が上がっています。2月20日にはロイド・オースティン国防長官は、ウクライナ周辺に展開するロシア軍が攻撃態勢をとっていると述べ懸念を示しました。この状況に関して AP 通信、シカゴ大学がウクライナ情勢に関する世論調査を2月23日に発表。10人のアメリカ人に調査をしたところ、ロシア・ウクライナの紛争に関わるべきでないという意見が7割以上を占めました。つまりアメリカはウクライナとの紛争を望んでいないことになり、これは大衆庁には厳しい結果になります。さらにアメリカへの脅威については、デマの拡散 75%、 サイバー攻撃 63%、 アメリカ国内の過激派 63%、 そして世界への中国の影響、
59% という結果になりました。大衆庁陣営がこのように何もしていないために、11月の中間選挙で不出馬を表明する民主党の下院議員が2月15日にまた1人増えました。ニューヨーク州第4選挙区選出のキャスリン・ライス下院議員は記者会見を開き、今回の任期終了で引退し、中間選挙には出馬しないと明言。これにより不出馬を表明した民主党議員は30人目になります。ちなみにこの数字は1992年の41人に次いで多い数字だそうです。2月20日のサウスチャイナモーニングポストの記事では、中国を取り締まるための法律であるイノベーション競争法が2月上旬に下院を通過したことを取り上げました。その中でカリフォルニア州選出で中国系の民主党下院議員であるジュディ・チュー議員が議会で、中国バッシングが続けば新たな反アジアヘイトになると警告。つまり中国のヘイトは許さないという自己紹介をしていることになります。前回の動画で株価の暴落を起こして大ピンチのメタ、Facebook の件ですが、最近はメタへの広告収入が減っており、Google への検索広告へ切り替える動きがあるそうです。メタの株価もさらに下がっていて、去年9月は380ドル、約4万3000円から2月21日は206ドル、約2万3700円と 45% の下落。完全にメタは泥船と化している模様です。この背景としてメタは少なくとも2018年から人身売買に関わっているという疑いが出ています。これによりメタは制裁されて事業分割されるのではないかという噂が出ています。メタが泥船化している間にツイッターにも動きがあり、2月21日に最近の調査で3000のツイッターアカウントが北京五輪の宣伝をしていたことが発覚。これはツイッターのプラットフォーム操作とスパムポリシーに引っかかるために、それらのアカウントが停止されたんですが、中国政府のものではないかとされています。あの子供好きのジェフリー・エプスタイン氏関連でも新たな動きがあり、エプスタイン氏の共犯者であるジャン・リュック・ブルネル容疑者が2月19日にフランスの刑務所の独房で死体で発見されました。エプスタイン氏の元モデルエージェントとして1000人以上の女性を調達したと言われるブルネル容疑者は、独房で首を吊って亡くなっていました。この当時、厳重なことで知られる独房のカメラは全く回っていなかったそうです。これにあのエプスタイン氏のパートナーだったギレーヌ・マックスウェル氏の家族はショックを受け怯えているそうです。世界のお困りの勢力が集まる経済会議、世界経済フォーラムのトップであるクラウス・シュワブ氏がまたもや自己紹介をしています。シュワブ氏は世界経済フォーラムにおいてカナダについて、私たちが非常に誇りに思っているのは、トルドー首相やアルゼンチン大統領など若い世代が確実に内閣に浸透していることです。昨日、私はトルドー首相のレセプションに出席したのですが、この内閣の半分、いや、半分以上が若いリーダーたちによるものでした。申し訳ありませんが、それは本当です。と自己紹介していました。別の場ではカナダについて、新しい開かれたカナダを私はこの機会を利用して、私たちカナダの支援者に感謝したいと思います。と述べていました。しかもシュワブ氏が設立したフォーラムであるヤンググローバルリーダーズにはなかなかのメンバーがいて、エマニュエル・マクロン、フランス大統領、ジャシンダ・アーダン、ニュージーランド首相、ジャスティン・トルドー、カナダ首相、クリスティア・フリーランド、カナダ副首相兼財務大臣、この4人が参加しています。つまりこの4人も世界のお困りの方たちということになります。これまた世界のお困りの方であるビル・ゲイツ氏にしても、2月18日のミュンヘン安全保障会議の際にあの病気について、悲しいことにウイルスそのもの、特にオミクロンと呼ばれる変異型は、B 細胞と T 細胞の両方の免疫を作り出す一種のワクチンで、私たちがワクチンで行ってきたよりも世界の人々によく浸透しています。80% 以上の人がワクチンや様々な変異型に感染していることが分かっています。主に高齢者や肥満、糖尿病に関連した重症化する確率を意味します。
この5つのリスクは感染にさらされることで劇的に減少します。そして私たちが治験に関して素晴らしい仕事をしなかったことは悲しいことです。治療薬については残念ながらあまりうまくいきませんでしたが、2年後には良い治療薬ができましたなどと述べています。また同日のアメリカ CNBC のインタビューでは、あの病気はその危険が顕著に減少しているが、また別のパンデミックが発生するだろう。新しいパンデミックはあの病気とは違う病原体から始まる可能性が高いと話しました。その上で人類は6ヶ月以内にワクチンを作り出すことができるなどと述べています。1月にもこの種の発言をしていて、次のパンデミックはあの病気よりもはるかに悪いものになるだろうと述べていたんです。実は自分が概要欄に貼っている2062年の未来人の話に関する動画でも、未来人はゲイツ氏と同じようなことを述べていました。最近だと未来人は2020年にツイッターに降臨したんですが、その前の2010年に2チャンネルで東日本大震災の予言をした際に、日本の移民は増えない、2024年に大事件が起こる、第3次世界大戦は2030年より前に起こると述べていました。そこから調べ物をしてみると、ビジョンタイムズの記事で、現在はアメリカに亡命した中国のウイルス学者のエン・レイム氏のものがありました。それによると、エン氏が過去に SARS ウイルスのワクチンを開発していたんですが、あの病気は SARS ウイルスの強化版だそうです。さらにエン氏は中国のウイルス実験について、他のウイルスはどこにいるのか、あの病気どころか、あの病気ですらないかもしれない、次回は強化版のエボラウイルスかもしれない、一体誰が知りうるというのだろうかと述べていたんです。ちなみに日本でも2019年に東京の国立感染症研究所がエボラウイルスなど5種類の病原体を武蔵村山市の施設に輸入していました。もし2024年の大事件が別のパンデミックだとすると、非常に恐ろしい話です。ここまでが4本目ですが、5本目は中国に関する話をしていきます。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。